底面もう薄い底面型のモーターの方を使っています。でもですね、お客様の乗るスペースというのは非常に、まあ、確保できるということで、まあ、若干、まあ、乗っていただいて多分狭いなとは感じていらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、車体断面積7割ぐらい、ね、南北線の7割ぐらいに対して客室の面積、断面積が8割ぐらいありますので、まあ、最低限の、客室スペースを確保して、居心地のなるべくいいようにしたようにしているというふうに考えています。ちなみに狭い車両なんですが、床面が全部見えるように傾き式の椅子を使ってたりですね、あと、網棚、荷棚ですね、荷棚が一部分しかつけていないということもありまして、見た目でこうスッキリ見えるような印象に、しております。まあ、使いまして横にこう広がりがあるような、広がりが見えるような効果を狙って、このような形のデザインにしております。まずデザインっていうとですね、座席の方ですね、基本的に一般席が青系で、あと、優先席、車両の端っこですね、優先席、全部優先席ですが、そちらが、赤紫色、まあ、ブドウ色というような色なんですけれども、その中にですね、細かいこう模様が見えるかと思います。カラフルな色が入っているんですが、これは仙台市の七夕祭りのですね、吹き流しをイメージした、デザインになっておりまして、さらによくよく見ると、濃いこう色で、ひし形みたいにこう格子状にこう、模様が見えるかと思いますけども、これは仙台城の石垣とか、あと、広瀬川のさざ波とか、そういう、のをイメージしているときにデザイナーの方が、申しておりますというんですけれども、板がありますが、そこの端っこの形状、ところと、あと、ついている手すりの形状で、ちょうど楕円形というか、少しこう、目みたいな、ちょっといいんですかね、形になっていると思いますけど、これは欅の葉っぱの形をイメージした、デザインになっています。まあ、こういうふうに、まあ、仙台らしいデザイン、まあ、社外のその、例えば、サムネコの兜の前立てをモチーフにした三日月もそうなんですが、非常に、仙台らしさを詰め込んだ車両になっています。あと、まあ、この車両、バリアフリーとかユニバーサルデザイン、まあ、どなたでもお使いいただきやすいというのを意識して作ってまして、まあ、車両のドアの過去に、一押しの日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で表示します。また次の駅の、駅設備ですね、降りた時にどちら側にエレベーターがあるのかとか、エスカレーターがあるのかとか、そういうところがですね、アニメーションでこう表示しまして、まあ、分かりやすく、なっています。手すりもですね、たくさんついてますし、まあ、1本ありますので、必ずお座りになったお客様が、右か左に手すりがあるという状態で、まあ、立ち座りにも、便利なようにしております。車いすスペースも各車両に1箇所ずつ、計4箇所ございます。前照と尾照という、照明も。そうだ、東大線に行った方がいいよ。面白いから。